ワンツーワンツーワンツーチェック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 リップスティックチャンネル、おーすげえこれ、ようこそ。今日は今日最後、いや来週までいいです今日は最終回な、1回前の回、あのゲストは、はいはい、久々でございます。皆さん本当に軽く言わない、先日徳島に帰ってました、マサテングです。まあ、徳島どうだった？いやね、ちょっと硬い話になるかもしれないですけど、おじいちゃん、おばあちゃん、うん、宿おばさん、お父さんだったんですけど、うん、みんな年すんごいいってて、うん、しばらく見ない間に。でもいくつぐらい？まあ、おじいちゃんは、うん、母親は、まあ、54とかぐらいなんですけど、同い年ぐらいか、やっぱり。あ、そっか。いや、もうしばらく見ない間、老けましたね、みんな。老けたの俺と一緒だけど、違う。まあ、いいけど。あのね、ご飯とか食べるときに、こうやってね、対面して、お、どうだ、これから、みたいな話をします。うん、席の場所をするんですけど、おやじさんはもう正代さんにちょっと年上ですね、うん、そう、もう57、8。まあ大変なの、ね、で、まあ久々顔見ると年いってて、ああみんな年取ったんやなと思いつつでね、ちょっとね、ちょっとうるっとする話があったんですけど、うん、まあこうね、大学も行かせてもらって、うんうん、こうなんか恩返しをね、うん、何かしらやっぱりなお土産とか持って帰らなあかんなと思ってたりしてたんですけど、うんうん、なんかね、一緒にもう帰ってご飯食べたりとか話したりっていう、うん、もうその時間だけがなんかもう喜んでくれて、あ、それがだから恩返しみたいなもんだ。そうだからもう一緒に時間を過ごすことでもう向こうは嬉しいんやろみたいな感じて言ってもらえて、うん、なんかちょっと、まあ泣かなかったんですけどね、ちょっと感動して、うん、うるっときて、いいじゃん。で、まあお墓参りもしたんですけど、まあなんか行ってよかったですね。インスタ載ってたんじゃん。あれ、おばあちゃんのね、おばあちゃんの、おばあちゃんの方の、あ、じゃあお母さんの方の、お母さんの方の、近藤って名字なんで、行って、まあ、偉いじゃん。そうですね、やっぱりずっと何なり帰れてなかった時期が多かったんですけど、うん、やっぱ報告と、まあね、感謝の気持ちを込めて行ったっていうね。うん、何食べたの？焼肉をね、なんか焼肉、そう、あのホットプレートで焼肉してくれて、あ、いいね。和牛を、和牛豪華じゃん。1キロね、なんかもう 100g か、 100g900 円ぐらいするようなすごいじゃん、すごいやつを、まあリッチじゃん。ねえ、で焼肉行って、本当はね、網焼きの方がいいな。そうオートプレートだといまいちね、そう気分は出ないですけど、気分出ないよね。でも柔らかくてね、うん、和牛で、向こうの肉ってうまいんだよね。そう、うまいです。あの阿波牛っつって、うん、あの徳島の牛です、うん、牛を使って。だからあの西はね、牛うまい。神戸とかほらね、うん、神戸とか大阪とかみんな死ぬほどうまい。それで安いしさ、こっちになってそんなあんないい肉食べられない。甲州牛はいいですか？甲州牛だ、高いよ。あの、まあ、何だったの？あとっすか、うん、茶蒸し。いいじゃん、お母さん作ったの。そう、茶蒸し食って、うわいいね。あと、うん、何食ったっけ。あ、でもカフェ行って、あのおしゃれなカフェ行ってやっぱカフェブーム向こうも。ケーキ、そう、ケーキとね、ケーキとコーヒーを、高い、コーヒー飲めないじゃなかった。コーヒー、あ、コーヒーっていうか、あのなんかね、カプチーノだ。カプチーノだってコーヒーじゃん。まあそのブラックとかじゃないけど、もうちょっとミルクとか、うん、あとクリーム系が乗ったよね。そうね、まあ良かったですね。ちょっと顔も見れて、まあお墓参りもできたんで、まあ最終的に結果的に良かったんじゃないかな。うん、先週こんなことかな。そうですね、あ、そうか、先週なんかありました？変わったこと。変わったことは、まあなんていうか言えない。そうね、さっきの話、うん、まあ、言えないこともね、ございますからね。言えないっていうかね、
でもね、あれそれで、それでいてそういうことがあるじゃない、うん、そうすると俺本屋行って、なんだっけ、何のメンタルだっけかな、なんだっけかな、忘れちゃった、永遠のゼロ書いた人いるじゃん、おー、あの人が、なんとかのメンタルと本、メンタル本出してるの、お、マジですか。それちょっとバラバラっと読んだらいいこと書いたから、俺アマゾン頼んでてポチッとあ、だから勉強になるわけよ。結局なんか嫌なことがあったりすると、結局それで あって自分のメンタル、メンタルって鍛えれば鍛えるほど強くなるんだって。へえ、うん、だから、だから子供、まずだから何、今のだから なんつうかな、マサくんのメンタルと俺のメンタル、なぜ俺のメンタルが強いかっていうと、経験してるから、その壁にぶち当てる回数が多いから、うん、その壁の時にメンタルが強くなるんだって、自然と、自然と。だから親に最初ちっちゃい頃はだこのぐらいで怒られてたりするとちょっとの軽くない、だんだん自分がメンタル強くなってくるから親も強くないうふうになるんだって。あ、そうなの。うん、だからそれでまたメンタルが強くなって、だから年を取ればソロのメンタル強くなる、自然と、自然と。だから逆にそれに、だからまあ難しい話はさ、だから今の若い子ってあんまり親に怒られてないからやっぱメンタル弱いわけよ、うん、うちらなんか死ぬほど怒られてたからね、お父さんの、うん、厳しかったですか、うん、めちゃめちゃ、うん、厳しくて。その代わり俺は 逆に強いやつらにが、そういう親みたいなやつらに、親っていうか、うんと強い力、言葉で言われると俺はすぐシュンとしちゃう。それ子供の時のその怒られてた感じが蘇るから。反抗もしてたんですか。反抗はもう途中まで反抗するけど、しない時もあるじゃん、言っても無駄だなみたいなさ。あ、俺ぜ親って絶対だから、だからそういう感じがするとすっごい嫌な感じがするんだよ。だから、ね、やっぱトラウマ感があるんだよ。だからそのトラウマ感が出てくるとすごくなんかこのそこの居場所にいると嫌だなっていう。そう、あの感じね。そう、嫌だなっていう感じ。もうね、だからそれ多分ね、いじめの感じなんだよ多分。ああ、多分 ね。だから嫌なんだ。そう、もうね。だからそう、ね、そういう人たちって多分 いじめる方なんだよ。なんだかんだそうっすよね。だからそういうところにいるとなんかさ、嫌な気感じがするんだよ。気っていうんですか。その場のね、うん、気がもう気がね、ドロドロしてるでしょ。俺なんかあれだもん、悪の巣窟つくなっていつも思う。なんでこんななんか 悪魔みたいなところにいるんだろうってたまに思う。もう僕ちょっと、もう自分がそこにいる自分はちょっと情けなく感じましたね、うん、でもさ、難しいのはこういうの見てる時に学生って逃げられないわけじゃん。まあね、で下手するとだって前もお悩みそうだってさ、家がそうだったりするわけじゃん。こう暴力とか ね親がいないとかね、親がだって絶対な DV、まあ、理論的に合ってればいいけど合ってなかったりするわけじゃん。そうね、親の考え方のね、偏ったら見解、うん、寒い。ちょっと寒いにこれ聞いてたんですけど、やっぱその偏るのはいかないいけないじゃないですか、洗脳みたいな、社会洗脳みたいなね、うんうん、そうね。もうだからもう僕はもう正直その場で立ち去ろうと思ったんですけど、うん、立ち去ろうと思って、でもそれも修行よ、修行、うん、嫌なところに、でもなんでこんなにもう自分はここにおんねんやみたいなね、うん、そういう時あるよ。もう辛かったな。でね、普通だったらすごい自分が気持ちいい、あ、よかったなこの集まりって時は、うん、もうワクワクするとなりますよね。それは多分ね、人種なんだよね、人種、うん、だけど結構頭いい人たちの、まあ言っちゃ悪いんだけど、頭いい人たちの飲み会ってすげえ楽しい。楽しいね。最高じゃないですか。気使ってくれるし、そうこいつつまんなそうだったらどうしたのって言ってくれるわけだねえ、うん、だそれそれのがあるよ。それがだから他のところ行くと排他的でこいつなんでいるんだろうっていう感じになる。気使ってくらないんだよ普通だったら。もうね、その飲み会って失礼しますって言うて、うん、車乗ってよっしゃ帰るぞってなるんですよ。電池なくなるんじゃないですかこれ。あ、そうだ、一回止める。一回止めます。
そうそうそう、もうどこに飲む、言わない方がいいよ、他の話しよう。他の話、何くすえあれ、な名物なんだっけ、わかめ、わかめ、レンコン、レンコン、あ、いいね、徳島、まあ、市内の方ですけどね。そういう時にはだから徳島のアピールをするわけよ、こいつ。だって全国の人を見てるんだからさ。あと合わせて知ってる、俺のアクセス数、総合アクセス、うん、増えた、まだいくつだと思う。20万あ、20万、うん、ちっちゃいね、あなた。嘘、もっと行きました、うん、100万アクセス、すげえ。え、チャンネル登録数4000いきました。4000いった、素晴らしいね。でもまあ1万もぐるだから。でもわけわかんない俺、え、だって100万アクセスってわけわかんなくない。いや素晴らしいですね。でもあのやっぱ YouTuber はさ、1回でさ10万アクセスからさ、ヒカキンさんとか、うん、すごいですね。で最近もうあれだよ、あのソフトバンクと組んでさ、うん、だからもうあ、グーグルが、うん、あ、グーグルじゃなくて、あの YouTuber とソフトバンクが提携して、うん、だからあの今なんか学割ダンスとか言ってさ、学割ダンス、うん、腹やらソロとして YouTuber 全部出してさ、すげえ、すごいよ。だからコマーシャルより YouTube の方を力入れて、 YouTube にだからあの YouTuber を使って YouTube で宣伝してもらって、すごいよ。だから桁が違う、なんかね、時代違うよ。あとだから本当に思うのは、だからあれ覚えてたから、絶対 VR に行く。 VR だから今アスマとか、アスマなんだけど、 ASMR ね、アスマ、あれ360度ってあるわけよ YouTube で。あれなんか YouTube でその矢印を動かすと全部が映るわけ、360度が、それで音フェチやってるわけよ。あ、そう、すごい、韓国、いやいや、アメリカ、アメリカか、うん、それでだからGoogleも、Google と、まあ、Facebook はあの AI にものすごく関されてるから、うん、であの人工知能っていうのはアルゴリズムっていって、 ある種 の、 その脳の考え方のこうなんかデータをこう組み合わせたみたいなやつなわけ。あれって俺一番すごい考えて、なぜ俺が変な話 100万アクセス行ったかっていうと、ある程度のアルゴリズム知ってるから、 Google の癖を知ってるから、うん、勉強してですか、うん、まあ、もともと俺、ね、ネット番長だから、ずっと長くやってんねんの、もうだって1999年ぐらいからやってるから、うん、それがだんだん追いついてきて、でも Google なんかはもっと先の本当に